今回紹介するのは気になるあの病気から自分を守る感染症キャラクター図鑑という本です幼稚園児でも読めますまだ幼稚園の我が子が将来医者になりたいと言い出したまたま小児科で見かけたこちらの本を報紙があったので購入しました書店では売り切れで取り寄せだったのですが アマゾンでは在庫ありで助かりました。3日で全部読んでしまいさらに書かれている感染症をすべて記憶していてびっくりです。料理の時卵を割っている私を見てサルモネラ菌がいるかもしれないから気をつけて」と言った時は面白かったです。 小さな子が読むにはところどころ漢字にフりかながないところがありましたので星を一つ減らしました小学校低学年の子どもにプレゼント感染症が流行るこの時期子どもに手洗いうがいの大切さを説明しても目に見えない細菌やウイルスへの警戒心は今一歩なのでこの本をプレゼントかつて自分がかかった病気もあり 子供的にに落ちたようです。キャラクターは妖怪ウォッチ系なので子どもでも抵抗なく読めると思いますこの本のおかげで予防接種がなぜ必要かというのもロジカルに理解できたようなのでそこは思いがけない収穫でした以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。